日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩二の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。 あの黒木瞳さんの朝ナビのコーナーが、ビリヤニ専門店、ビリヤニ大沢のオーナーの大沢高正さんゲスト。ビリヤニ昨日食べたんですか昨日食べたんですよ。いや、むっちゃうまそうなポストしてましたね。いや、そうなんです。もうね、ここでもうね、X でポストしないでいつするんだと思ったので。またタイムリーな。そうなんです。私大体ね、週の終わりには今週食べたカレーをね、X にあげることにしてるんですけどなるほど。結構こう、インド系の お店はいや、私ね、<えっ S 2> あのー、どっちかっていうと、うん、日本のスパイスカレーが好きなんですけれども、カレー全般好きなんで。 ああ、はいはい、本当カレーに飢えてるんですよ。この会社の近所もね、あの、うん、いい、まあ本当ザ・ジャパニーズカレーっていうカレースタンドがあったんですけど、うんうん、もうビルごと改装になって閉めちゃって。ね、そうそうここら辺、あの、周りのビル、結構閉まってるんですよね。今そうなんですよね。うん、いや、腹減ってきたなわか, <laughs> かります。<laughs> 失礼しました。さあ,あ、7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。こちらのニュースです。 財政審、金利のある世界で利払い費増加に継承。財務大臣の諮問機関、財政制度等審議会は昨日の会合で、政府の今年の骨太の方針に向けて、財政運営などに関する提言をまとめ、戸倉会長が鈴木財務大臣に手渡しました。提言では、 長期金利の上昇で金利のある世界が現実になっているとして、国債の利払い費が増えるリスクを意識し、基礎的財政収支の一定の黒字幅を確保するなど、中長期的に財政の強靭化を図っていくべきだとまとめております。金利が上がってきたから、利払い費も上がるから、お金は残しといた方がいいと。まあ、あの財政審の平常運転というかね。 お魚が水の中を泳いでいますみたいなニュースなんですけれども、まあ、これがね、えー、何があ、まあ、しょうもないかというと、うはい、まあこの金利上昇がなぜ起きているのかというのをしっかりと意識しなければいけない。はい、今、金利が上昇しているのは、物価上昇率が高まってるからですよね。で 国債、要は国にとってのというよりも政府にとっての負債っていうのは金額が決まってます。はい、何円何円じゃない何, <laughs> 何千兆円っていうふうに金額が決まってます。はい、で、一方で、金、あの、インフレ率が上がってくると税金も増えます。 まあ一番わかりやすいのは、えー、物価が倍になったら、はい、そこから上がってくる消費税も倍になりますよね。おお確かにそうですよね。はい、値段が上がってんだからね。なので、えー、昨年、えー、名目 GDP、えー、つまり日本全体のお、まあ、新しく生まれた金額、価値の金額っていうのは、金額ですよ。はい、金額で5%以上増えています。う で、えー、そこから税金を取るんですから、はい、税金も、まあ、6%7% 増加するだろうと一方で、えー、去年金利どのぐらいでしたかと長期国債の利回り0%台だったわけですねはい昨年は大幅に財政が改善しました、うん、今年はどうなるのか名目 GDP の伸びおそらく3%台まで落ちるんじゃないかというふうに言われてる<ー>金利は まさかに長期金利が3%超えるなんて言ってるエコノミスト、見たことも聞いたこともないです。さっきのニュースでね、うん、まだ1%言ってないですよ、ね。そう、0.98%でとんでもないって言ってびっくりしてるぐらいです。はい。さて、税金、まあ、税収、収入は、うん、まあ、3、4%上がってきそうだと。はい。金利は、まあ1、1%ぐらいになりそうだと。1> 1はい。差し引きで言ったら税収の伸びの方が大きいじゃないですか。そうですね。ですから、今、日本は空前の、うん 財政改善期間にあるんですよ。おー。だから財政審もね、もっと喜んでほしいんですよね。そうですね。財政改善して素晴らしいと。うん、で、えー、ちょっとですね、この財政審の議論全般、または自民党の税調を見ていると、はい、財政再建が目的なのか、増税が目的なのか、うん、よくわかんなくなっちゃってるんですね。うん、本来であれば、財政再建のために、 まあ、もしかしたら増税が必要ってこともあるのかもしれない。はい。で、一方で財政再建が別の手段で達成されるんだったら、ええ、それは万々歳じゃないですか。確かに、ね、一般的に考えるならね。うん、なのに、この組織は、増税なしで財政が改善したのを、あたかも消しからんと言ってるような。はい。 だってあの、安倍政権の間あ、財政審だったり自民党の税調を、すごくですね、えー、財政の問題があって言い続けたんですけれども、安倍政権の間、はいえー、年々どんどん財政が改善していってた。むしろ改善しすぎでペース落とせって思ってる人が多かったぐらいなのに、ちょっとね、<laughs> 目的と手段が混同されすぎてやしませんかと思いますね。2025年にこの基礎的財政収支が黒字になると。で、うん、それが目標だったのに、 黒字になったからといって緩めてはいけませんみたいなことが書かれてるんですよね,ね。下手したら黒字になっちゃうかもしれないんで、慌ててるんですね。<laughs> なるほど。ね、そうしたら財政出せるって言われちゃうじゃんみたいな。そう あのー、オープニングでヨーグルトの話をしたんですよ、うん、さっきはビリヤに出込んだヨーグルトの話を結構いろいろ頂いていて相模原市南区雄一坊さん分かりませんが5月15日がヨーグルトの日だったんでラジオやテレビで取り上げる番組もあったんですけどそれが影響で品薄だったんですかねヨーグルトの日だった,だった,ったんだ5月15日<ー>株式会社明治が制定したヨーグルトの日だ それから手作りヨーグルト作りゃいいじゃないですかって夏ママさん。なんか流行りませんでしたね。流行りましたより、ね、伸びる、ネバネバっとしたヨーグルト。ね<ー>うん、うん えー、味ッ子さん、ヨーグルトは藤っ子がおすすめですね。バネバとか。プレーンヨーグルトは各メーカー、プライベートブランドとか大量にありますよ、すね、というね。うーミスターさん。えー、それからビシダス派というアバオアクさん。えー、ヤスさんは男は黙って父ヤス派、ね。なんかいろいろこだわりがあるな、というね。う食べます、ヨーグルト私、どっちかって言ったら乳酸菌量派なんですよ、ね<ー>。なるほど。なんかね、飲みやすいじゃないですか。うん、はい。シュって、うん、飲める そうそう、あのヤクルト戦とかもうね、本当品薄になってましたけど、えー、そうなんだね、宅配にするとヤクルト戦ね、結構、ああ、そうだそうだ、そういう話ありましたね,<ー>ね、子供の頃はヤクルト飲みたくても、隣になったローリーってやつにね、<laughs> そうそう、えー、もう,うちはあの,あの乳酸菌量全般をヤクルトって思ってましたよ、あれはヤク,るヤクルトという飲み物である <laughs> ジャンルなんですよね。 さて、えー、イーさん、あの、ノートに興味深い記事を投稿されてました。うん、結構、あの、X 上の反響もあった。<あ>えー、東京ブラックホール論。はい。えー、まあ、この東京ブラックホール論って何かというと、はい。あの、人口戦略会議、まあ、 かつてあの消滅可能性自治体とか。はい。あの東京都島区も消滅するなんて言ってね。そでね。話題になるで、えー、そこが新たに出したあレポートの中で、はい、出生率は低く、人口増加を人口流入で保ってる。つまり、子供が生まれて人口が増えてるんじゃなくて、うん、そっちは減ってるのに、外から人が引っ越してくることによって人口が維持とか、なんだったら増えているっていう自治体を、 ブラックホール型自治体っていうふうに名前を付けたんですね。で、中でもやはり東京エリア、はい、このブラックホール状態になっているところが多い、まあ実際東京って全国の中でも目立って出生率が低いのに人口が増えてるってことは外から入ってきてるってことですから。はい、というので、この東京ブラックホール論、東京にみんなが移住する、東京は子供を産まない、東京の人は子供を産まない、少子化が進む。 っていう論法なんですが、はい、まあこれ、まあの、端的に言って間違いなので、うん、あの、ちょっと注意しておかなきゃいけないと。いうん、まず、第一に、東京の出生率が特別に低い理由はですね、出産確率または出産可能性が上がると、人は東京都から出ていくんです。 ええー、というと難しい話なんですが、要は、新婚さん結婚して、えー、じゃあそろそろもうちょっと広い家に住みたいなって思うと、うん、はい。ええー、埼玉、千葉、神奈川に引っ越す人が多いんですよ。ええ、うん、ええー、ええー、確かに。うん。なので、独身の時東京に住んで、いざ子供を産むかもな、生まれるかもなってなると、うん、埼玉に引っ越すとすると、はい。それはもう東京は、 出生率下がるじゃないですか。んみんな出生率っていうのを勘違いしていて、うん、出生率っていうのは、例えば30歳女性が東京都内で、えー、東京都内在住の30歳女性が出産した数をカウントします。それを東京都内在住の30歳女性の人数で割ります。で、これを15歳から45歳まで足し上げていったものが、はい 特殊合計出生率です<ー>正確には期間、えー、特殊合計出生率っていうんですけれども、まあ、そういう計算なので子供を産むとき他に引っ越しちゃってたらうん、うん、そこの出生率東京の出生率で入らないわけです<ー>これが一つ、はい、そしてもう一つがですね、えー、そもそも地方圏で出生率が高いってのは本当なのかと。うん 本当なんですけれども、当たり前、あの数字、データが示すことですから、はい、ただですね、はい、よくよく考えてみると、要は地元で早めに結婚する、予定がある、つもりがある、気がある人は、うん、地元に残りがちなんですよ。あ確かにそうですね。一方で、東京に出ていくのは、うんうん、将来はわからないんですが、当面、結婚の予定がない、うん、出産の予定がない、という人が東京に出てくるんです。うんうん、要は 産む、気が薄い、結婚する気が薄い人が、東京に引っ越す。結果として、地方の出生率は高いわけですし、それはそんなに当面結婚する気がない人が集まって作られてるエリアなので、はい、出生率は上がるわけがないんですね。 どうもですね、この東京ブラックホール論、まあ、東京一極集中、私は大問題だと思ってるんですけれども、はい、どうもなんかすぐ人口の関連性ばかりを注目しますが、はい、この一国内で県ごとの出生率を見ることに、正直私ほぼ意味がないと思ってるんです。うん、なんでかっていうと、人それぞれいろんなライフプランがあって、はい で、えー、そういう早めに結婚して子供の人が向く地域もあれば、そういう人が集まる地域もあれば、そうじゃない、比較的遅く結婚して、また結婚自体をされない方っていうのが住みやすいエリア、うん、相対的に住みやすいエリアっていうのは、まあ、国内でまあ勝手に分かれちゃうんですよ。うんだからあ、なんかね、見るとしたならば、うん東京とかなんとかって、 県とかではなくて、日本の単位で見ないと意味がない数字なのに、なんか、なぜかね、都道府県別に出してわーわーわー,ー言ってますけれども、都道府県別の出生率は基本的に、 意味ないと、<ー>市町村別に立っては、ほぼ完全に無意味っていうのを、ちょっともう少し認識した方がいいと思いますねうんだから、むしろね、東京に行くには行く理由があるんだから、うん、あるいは帰ってこないのは帰ってこない理由があるんだから、うん、そこの部分を、例えばどこだってキャリアアップもできるし、子育てもできる環境を整えるとか、うん、まあ、そういうことになってくるんですかね、これからまあ、そうですね、ただまあ、この、そんなに出産、またはまあ、その、うん、結婚、 をする気がない人がいてそのそういう人が増えてるっていう厳然たる事実から出発しないとうん、うん、絶対対策なんかできないんです、うん、問題は万根問題かどうかわからないですけれどもまあそこですよねおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです政治資金規正法改革改正案今日衆院特別委員会で審議入り 政治資金規正法の改正に向け自民党と立憲民主党などがそれぞれ提出した法案について与野党は今日衆議院の特別委員会で審議入りし明日から質疑を行うことで合意しました後半国会最大の焦点となる政治改革の議論が本格化するということです はい、ええー、はい、立憲民主党政治資金パーティー全面禁止の法案を独自提出ということなんですけれども、はい、その一方で立憲民主党の小沢一郎衆議院議員は、はい、えー パーティー企業団体献金の禁止に反対<れ>という声を上げていて、あの、立憲民主党の中でも別一枚はでもないんだなというのを感じるわけなんですけれども、この、おまあ、政治資金の規制というのを考えるときにですね、はいえー、この立憲民主党、まあ、割とお政治資金パーティーをやめよう、うんぬん団体献金、どうのこうのという話をしてるんですけれども、はい、その一方でこれって で、各政党にとって、どう金を集めるのか。だって、政治運動っていうのは当然お金はかかるわけなんです。これはもう認めなければいけない。これをどう集めてくるのか。はい、で、えー、立憲民主党党は、伝統的に労働組合を経由して資金を集めている。だから、あまり政治資金パーティー重要じゃない。 と、うん、いうわけなんですよね。はい、で、えー、一方で保守系の政党は、この政治資金パーティー、えー、が中心だったと。これって、その組合経由だから良くて、はい、えー、団体献金だからダメって。 っていうのは、確かにこれ小沢一郎氏なんかが全面禁止はおかしいって言ってるのもちょっとわからんでもないんですよねあの。お金の集め方の問題なんです。で、仮にこの、まあ、企業団体献金の規制を強めたり、ましてや政治資金パーティーをやめるってなったら、じゃあ政党の活動費はどっから集めるんですかと。で、えー ま、いくつか方法あります。例えば、共産党は、はい、ま、党員、うん、そして、党の機関士の収入というのを使って、はい、それこそ、政党の助成金さえ、うんうんね、使わずに自立している。これは非常に立派なことだと思います。はい、で、では、他の政党はどうするのか。例えば、もっと、まあ、党員を、党員・党友を増やすことによって、 <で>うん、それを政治資金にししていいくとうう方法もあるでしょう、はい、またはあ、こういった政治資金パーティーについて、しっかりルールをもとで、えー、定めて、うん、これね、政治資金パーティーって皆さん勘違いしてますけ,れる方多いんですけれども、これって推しの政治家に会いに行く場所なんです。はい、推し活なんです。うん、推し活うん。<laughs> で、一緒に写真とか撮って、はいえー、握手してもらって、 っていうファンの集いなんです。うん、そこで資金を集めるっていうのは、私、決して、政治活動として、おかしなことではないと思います。うん、だからこそ、政治資金パーティーのお金の流れであったり、どういうふうに、今回のような、まああの、今回問題になったようなことが起きないような、透明化が必要なんであって、はい、なんかパーティーは禁止だとか、いやいや、企業献金は、 企業、まあ、ったはちょっと私は問題、まあ、もう問題があると思ってるんですけれども、えー、あのとしてしまうと、政治運動自体ができなくなりますよと、うん、で政治運動ができなくなくると。 <laughs> 失礼。みんな、適当にその場の雰囲気と、はい、その時、マスメディアが押し、なんか、なんかね、いろいろ。まあ、受,けい受けそうな。受けそうな。出してきた人に、なんとなく、中身も見ずにふわふわ投票する。それこそ、お私は民主主義の危機だと思っていて、 しっかりと資金の流れを透明化して、政治資金パーティーであり、または党員・党友からの会費であり、によって政治運動、政治活動を行っていく、また個人献金によって、政治活動を行っていくっていう道筋を示してほしいと思いますね、うん、それを透明化することによって、あこの人の主張はこういう献金受けてるから、これはこうなるよねとか、うん、そういうのが分かれば、その上で投票していけばいいし。はい、その通り、だからこそ押したいっていうケースだってあると思いますよ。うん えでは続いて、えー、ネットワーク2本目はこちらのテーマです外国人材の新制度育成就労法案衆議院通過 技能実習制度を廃止して新たに育成・就労制度を設ける出入国管理法などの改正案が昨日の衆議院本会議で可決され参議院に送られました人手不足の分野で労働力を確保し即戦力とされる特定技能水準の人材を育て長期就労を促すことになります、まあ、今までの制度だと転籍が認められないけれどもこれから先はまた別 まずね、この技能実習制度というのは、はい、海外の、まあ、あの国際機関であり、海外政府であり、はいまあ、<laughs> 様々な有識者、全員が問題だというふうに言っている。で、えー、実際のところ技能なんて教えないし、はい、単純労働者を入れ、えー、かつ転籍ができないことによって使用側のお立場が 極端に強くなる。これ、はい、事実上奴隷取引のような状態になってしまっている。即刻やめないといけない。うーんだからこそ、まあ改正して育成就労という枠を作りましょう。はいまあ、ここまではいいんですけれども、うん、ただまだまだですね、えー、この、まあ、技能実習制度の尾っぽを引きずってるなと思うのは、はい 転籍、つまり同じ、まず一つは、同じ業種内でしか転職は認められないと。おー、なるほど。で、さらに言うと、うん、まあ、日本に来て、1年、ないしは2年は、やっぱり転籍できないんです。ああ、最初の1年、2年は、ダメなんですね。うん、ダメなんです。うん。ってなっちゃうと、はい。まあね、まあそもそもやめちゃえばいいのにって私は思ってる制度なので、もう少し自由化、あと、 もう一つは、えー、人数の絞り込みというのが必要なんじゃないかと。人手不足だから、外国人材が必要です。はいえー、これはね、あのー、まあ、ある程度は分からなくもない、えー、主張なんですけれども、じゃあもし、そうやって受け入れるとしたら、まず期間を厳格化する。はい、そしてもう一つは管理を厳格化するです。外国人就労者って、いつきます うん、大抵の国で。はい、それをしっかりと期間働いて、えー、そして、えー、給料についても日本人と全く同じ給料を受け取って、えー、で、まあ、同じ仕事をするならね、はい、同じ仕事をするならば同じ給料を受け取ってしっかりと年限で帰って、えー、もらうこういった管理が必要なんですね。うんでえー、どうもですねうんその 入国してしまって、えー、そして帰りたくない、またはオーバーステイになっていても、うん、なかなかそのお、それを取り締まることができないっていう状況では、ちょっと私外国人、特に単純就労者の受け入れというのは、えー、社会に問題を引き起こす可能性が高いと。うん、で、そしてですね、はい、世界の移民獲得、外国人労働者獲得の流れって完全に変わってきてます。うん、どうなってるかっていうと、 技能を、技能を持ってる人、財産を持ってる人を徹底的に優先的に受け入れるという方向になってきている。<ー>例えば、まあ、アメリカ、まあ、アメリカそうでもないですね。イギリスであったり、オーストラリア、はい、カナダ等ですと、まあ、例えば、年収がいくら以上あるとか、あ,<ー>あとは、英語がどのぐらいのレベルにある、学位、まあ、PhD を持っている、または、えー、<ー>大学院を出ている。はい。 うん、まあ、あの、ね、修士号、博士号を持ってるとかっていうので、点数をつけて、何点以上ならば、まあ、就労化。<ー>何点以上だったら、長期間の滞在期間を設定とかっていう風に、とにかく能力が高い、または金持ち、はい、または金を持ってるあ。金をこれから稼げる。はい、人を優先的に入れる。 と国内経済にに明らかにプラスの影響がある日本もやりゃいいんです。日本の場合はどちらかというと、人手不足だから、で、安く働いてくれる人を入れる、うん、という感じですかね。まあね、加工を残します。これいろんな研究があって、いやいや、はい、単純労働者でも移民は経済にプラスですっていう論文もあるんですけれども、<ー>まあ正直、純粋に経済だけではなく、うん 治安であったり、はいえー、社会の圧力とか、いろいろなものを勘案すると、やっぱり比較的所得低い、うんえー、単純労働者の受け入れは、まあ、プラスとは思えない,い,いですねで。人手不足をこの形じゃなくて、なんか技術革新とかでやっていけば、うん、それはまた経済成長の起爆剤になったりするんですよね。そうですね。人手不足であることが重要で、はい、そうすると技術はどんどん導入されますし、うん または新たな働き方というのに移っていける。はい。なんかね、どうも、経営者、有能な経営者が入ってくるのは嫌だけれども、はい、安い労働者は欲しいっていう日本の経済団体の意向がちょっと透けて見えますよね。お確かに自分たちにライバルになるような人が入ってくれ困ると、うん。はい。なるほど。 育成就労の話もありましたけれども、塚、え、ン、ー、さん、カニ漁船の実習生の報酬が日本人船員のはるかしたという話を聞いて、そりゃ、うん、そうなんです。はいうん まあ、そもそもですね、はい、この技能を習いに来ているという、うん、へみたいな言い訳で、安い給料で、えー、無理やり働かされている、うん、で働かされている側は、まあ、正直、騙されたと思ってるわけです。<ー>で、それを騙している現地のブローカーがいたり、または国内の差し配をするブローカーがいる状況なんですけど、うん、これ、危機的なことで、はいえー、これから伸びていく新興国に、日本はひどい国だって、 ってて思う人を一生懸命増やしている、うん、まさに技能自習生制度というのは将来の日本の国際的な信用というのを先食いして失わせることでちょっとだけ現場が助かるというよりも経営者の利益が増えるうそういう制度なんだっていうのははっきり意識しないといけないこれは日本の将来を先食いしてるんですうーん えでは続いて「ニュースプラスワンこちらのテーマです自動運転の事故調査機関政府検討へ政府は自動運転中の車による交通事故について原因や再発防止策を専門的に調べる独立機関の設置を検討します事故時の責任の範囲を明確にすることで行政処分などをめぐるメーカーや運行事業者の懸念を解消し開発を促す狙いがあるということです まあ、この事故が起こった時の、うん、まあ、責任をどこがっていう話とか、原因をどう究明するかとかっていうのはですかはい。えー、これはあの、明治大学ではあの、2018年、はい、えー、17年18年頃からですね、えーえー、自動運転社会総合研究所というのを作りまして、はい<う>。えー、これ何を研究してるかというと、はい、法律学の専門家と保険の専門家を集めて、はい。はい、えー、自動運転の技術そのもの、 ま、工学部の先生とかもいるので、理工業の先生もいるので、そっちもやるんですけれども、主にどういう法体系で、あとはどういう保険の仕組みで、自動運転実装していくのかという研究を続けているんですけれども、難しいところで、これあの、結構技術者の方、私も立ち上げの時はこの研究所にいたので、あの、難しいのが、要はですね、 あのー、まあ、下手な、もう言いにくいんだなと思っていただければと思うんですけど、うん、下手くその運転より安全で、安全ですと、<ー>ういうのは、はい、多くの技術者の方がおっしゃいます。うんうん、なんですけれども、じゃあ事故はゼロにできますかと言ったら、決してできませんと。それはもうどうやったって、それはもう、何年経とうが事故は絶対起きますと。で、その状況の中でもう一つの懸念が、事故が起きてしまったときに、はい 誰の責任になるんですかっていうのを明確にしておく必要がある。うん、まあ一つは金銭的な方。これはね、今回の調査機関の中で上手に扱うことができると思います。はい、しっかりと責任の範囲と賠償のスキーム、うん、責任分担っていうのを決めますよと。問題はですね、気持ちの部分なんですね。気持ちの部分。つまりは、えーまあ、例えば、 ドライバーの運転手、まあ今の普通の車で、まあ、例えば亡くなった。はいか。あの、ご親族が亡くなったという時に。亡くなった。それはもう、ねうん、運転者が悪い。はい。で、その運転者が、まああの、本当にわ、あの、まあ問題のある運転をしていれば、ええー、まあ、刑、刑、えー、を、ね、法によって処罰される。うん、で、えー、まあ、 交通刑務所とかに入るとかっていう一連の流れで、まあ納得を得ていたんですけれども、この自動運転、レベル、例えばレベル5で運転者が完全に車両に乗っていないような状態で起こした事故。これはもちろん、金銭的な保証はメーカー側が、あの、メーカー側の問題だったらもちろんメーカー側に負担、あの、賠償責任が生じるようになるわけなんですけれども、その、 そのメーカーっていう抽象的なものであったり、またはそのプログラムの、えー、想定していなかった事態が起きてしまった、つまりプログラムが不十分だったっていうことへ、うん、の怒りっていうのは、はい 正直難しいですよね。で、一方でプログラム作る側も、そこでの責任追求が、ここまで及ぶぞってなると、じゃ開発しない方がいいかな、とか。そうですね。うん、これおそらくはあ、特にあの、まあ、えー、個別のプロジェクトリーダー、はいあー ま、プロジェクトリーダーっていうか要は、その、部署の課長級に責任が及ばないように、しっかりとする、うんだと思います。まあ、もちろん、故意とかだったら別ですけれども、はい、あの、要は、開発の時に、ま、ちょっと想定できなかったことがあって、それによって事故、起きます。必ず起きます。で、えー、っていう時に、どこまで追求されるのか。それを、おそらくこの、これまでの話の流れだと、企業、はい うん、までで止めると、あ<ー>そうしないとですね、はい、え正直あの、うん、誰もやんないですから。ええ、企業内の個人まで、うん。うん、個人まで始まっちゃったりを始まると。うん、だからまあ、企業までにとどめ、かつ金銭的な、あよほどの恋を持って、人を殺してやろうっていうプログラムをしてれば別ですけれども、そうでないのであれば、まあ、基本的に金銭レベルまでで止める。うん、ってなると、お 今度納得感を得られるかどうかって問題が残るんですよねなるほど続いてこの時間はここだけニューススクープアップイラン大統領ヘリ墜落事故現場近くの街で葬儀 イランでヘリコプターが墜落しライシ大統領などが登場していた全員が死亡した事故で現場近くの町では21日葬儀が行われ集まった大勢の国民が祈りを捧げました一方は新たな大統領を選ぶ選挙は来月28日に行われることが決まりました イラン北西部東アゼルバイジャン州での事故。いや、驚きましたよね。いや、そうなんですよ。しかも大統領と外相。うん、はい。どういう理由でこの全員の同情状態になっていたのか。うん。非常に大きな。はい。まあ、イラン、今、キーになっている国ですからね。うん。 でこの事故をまた、今後のイランの政局、世界の影響について、この時間は軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんと電話をつないで伺ってまいります。黒井さんおはようございます。あおはようございます。よろしくお願いします。いますさまずこのまあ事故ですけれども、うん、まあ多くのね。国民が傷んでいるような映像が出てきてますけれども、実際どういった？はい、あの報道のされ方だとか受け止められ方してるんでしょうか？ まあそうですね、あのーまあ、イランの国内では、はい、トップ、まあ、政治のトップということで、<ー>えーまあ、今、追悼というようなムードを、まあ、作っているところですね、ですから、イランの中にもいろんな意見はもちろんあると思うんですけれども。はい おまあ、表に出てきているのはあ、とにかく追悼ということですね、うん、うんこれね、一方で、海外の、まあ、イラン系の人たちの中には、なんか喜ぶようなものもあったりとか、ね、いろんなやっぱり考え方の違いみたいなのが浮き彫りになってますか、うん、って言いますかね、やっぱりこのライシーさんというのは、その今のハメネイ政権、はい、ハメネイさんというのは最高指導者で国のトップなんですけれども。はい あのーまあ、ハメネイ政権のおいわゆるその革命防衛隊とかイスラム保守派という人たちが、まあ、牛耳っているんですが、彼らがやってきたものの、まあ、一つの象徴というのは、中心人物の一人だったんですねで、もう一つというのは国内の民主化運動であったり、反対派をまあ非常にその弾圧してきて、このナイスキーさん自身もです、ね、その検察当局の、はい、まあ実務者として、何千人というその処刑と命令を出した人ですから。 うん、あのいわゆるそのテヘランの虐殺者というような通称もあるわけですね、ですから、かなり恨みもかっているチームですうーんこれ、まだ事故原因等々も出てきてはいないと思いますが、そういった関係性というのは考えられるんでしょうか、うんまあ、今のところは、事故だったということなんですけれども、うん、まあ事故原因というのはよくわからないんですが。あの その到作の映像を見てもですね、非常に霧がかかって、はい、もう視界がほとんどないような状態でしたから、うん、まあ何らかの、まあ操作ミスみたいなものの可能性が高いのかなと思うね。うんうんえー、スタジオ、飯田鈴木さんもいらっしゃいます。明治大学の飯田でございます。はい、今回、えー、この来志大統領亡くなったことで、これまでの、例えば、あの、政治や社会体制、 えー、政治のあり方、国内も国外も、うん、こういったものに変化というのは生じうるんでしょうか。まあ基本的にはないだろうという見方ですね、うんえー、ですから、大統領といっても、その大統領が決めることってほとんどないんですよ、うん、実際のところはそのハメネイ政権のまあ最高指導者室っていうその官房組織、ほとんど決めていて、はい、まあライスさんはそれのハメネイさんのある種の、のまあ、 もうその言う通りにやる人ということですね、うんうん、ですから、そういう意味では国内の混乱はないです、ただ、です、ね、このナシーさんという人は保守派の重鎮で、今、ハメネイさんとトップがですねもう60 85歳なんですね、うん、ですから次の最高指導者の、まあ、第一候補だったんですね、非公式ですけれども、うん、なので、次の最高指導者をどうするかっていう問題を出てきてます。 ーここの,その、まあ、いわゆる後目争いみたいなものっていうのは、なかなか決まりそうにないですかそうで,す、ね、ですから、まあ、ライスさんが、まあ、そういう意味では、あ次、妥当だったらなるんじゃないかというような、まあ、流れだったんですけれども、そうなると、今もう、誰にしようかっていうようなことで、次、大統領選ばれますけれども、はい、大統領というのは、特に実験ないわけですから。 次に選ばれる大,あの大統領というのは、あいわゆるその保守派の、イスラム保守派の人たちが、まあ、次、とりあえず彼がいいだろうということを出しますんで、その人物が次の最高指導者候補というとはすぐはならないというです、ね、とりあえずの中継ぎみたいな感じになるわけですか。 あのもう緊急事態ですから、今のところはもう、そういったその保守派のゴリゴリの人の中から誰か選んで、あ<ー>えー、一応そのあの、選挙制度はあるんですけれども、はい、その立候補者を決めるのは、そのハメネイ政権ですから、うんうん、あハメネイさんが誰にするっていった人が次の大統領になりますそういうなんか、立候補にも事前審査とかそういうものがあったりするんですかね。そうですねあのあのイランの場合は立候補者全員に そういったあのハメネイさんがあのほとんどのメンバーを決めている、保健評議会というところが審査をして、まあ、前回の大統領選挙でも600人ぐらい立候補を名乗り出たんですけれども、結局7、はい、7人しかあの認められなかったということですね600人から7人しか認められないっていう、<laughs> <laughs> なるほど、でこれ、中東全体のこう外交だとか、情勢に対する影響等々というのは、いかがでしょうか。 まあ基本的にはそのハメネイ政権が盤弱であるうちはですね大きな変化はない、はい、ということになります、うん、それよりはまあイランとですね今、サウジアラビアとうイスラエルとそういったところで駆け引きやってますんでねえそちらのガザ紛争なんかの影響のほうが大きいかなというそのガザ紛争をめぐっては国際刑事裁判所がまあああネタニヤフ首相、ガラント国防首相、イスラエルの幹部それからハマスの幹部にも逮捕状請求してますけれどもこの辺り、いかがですか。 はいあの、そうですね。あの国際、えー、刑事裁判所ですから、はいその、戦争犯罪、それから人道に対する罪ということで、もちろんハマスはテロ,にテロに対してのそういった逮捕状、はいでえー、今回、注目されているのはネタニヤフさト・とガンナさん、要はあのイスラエルのトップがガタに対する実動的な罪を犯したということですね。でそれは あのもちろんそういったものというのは責任追及としてはあ重要なんですけれども、はい、えただ、国際刑事裁判所自体、イスラエルはその加盟してないので、実際、逮捕できるってことにはならない,い。問題はあの他の国に が、それに対して、どういう反応をするか。で、アメリカのバイデン大統領は、もう、早速、それはけしからんと。イスラエルの方が、絶対正しいんだ、というようなことを言ってしまってですね。<ー>ええー、この人道的、どうなのっていう。批判は、国際的に出てますね。うん。日本の取るべき道、どう考えますか。うん、ですから、本来であれば、日本って、人道外交を掲げてますんでね。はい。刑事裁判所もですね、所長が今、うん、今、日本人です。 うん日本はこれまでそういった国際的な人道面というのは、まあ、要は立ててきたわけですね、はいえー、ところがアメリカの同盟国という立場、この板挟みなんですけれども、ここは本来であればアメリカと距離を置いてほしいんですが、今のところ、政府の,あの、まあそうですね、流れとしては、ちょっとまだはっきり打ち出していないというようなことになりますうんなるほど、分かりました古井さん朝役からどううもありがとうございました。 ありがとうございました。また引き続きいろいろ教えていただければと思いますのでよろしくお願いします。はい、ますどうもありがとうございました。はい、えー、軍事ジャーナリスト黒井文太郎さん、イラン情勢、まあ、うん、さらには中東情勢も伺いましたが。これ、経済に関する影響だって、飯田さん。 まあね、うん。まあ、あの、でも、実際のところ、今回、はい、えー、イランの大統領と言っても、普通の一般的な国の大統領ではない、うん、まあ、あの、ハメネイ氏、ハメネイ政権の、はい、おまあ、後継者と目されている方が亡くなったというニュースですので、むしろその影響は今後、ハメネイ氏、 が、ま、ご高齢ですから、何かあって後継を決めるという時に大きな影を落としていくんじゃないんでしょうか。独裁者の権限以上というのは、かなり時間をかけてステップを踏まないとうまくいかないんですね。その結果、イランがどっちに向かうのか。むしろ、指導者がいないので強硬化すると世界に与える影響は大きいと思います。うん